あなたがどれほど素敵な人間か、もっと自覚するべきです。男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していく、スタンドマイヒーローズ、スタマイのゲーム実況配信を今日もやっていきます。こちらのゲームは、麻薬 G メン、マトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイ、クソガッキーと名付けております。今回はメインストーリーシーズン3の続きからということで、早速ご覧いただきましょう。どうぞ。場面は冒頭でも登場しました。朝霧さんからお呼び出しを食らったところからです。朝霧さんは警視庁捜査一課のメンバーでありながら、スタンドという未解決事件調査組織の代表補佐を務める立場でもありまして、今回はそのお話です。瀬尾研究室の瀬尾教授だけでなく、その教え子の天才高校生、日向紫苑くんも、スタンドにスカウトしてきてくれないか。そんな依頼が今回の呼び出しの要件でしたね。日向紫苑くんに関しては、瀬尾教授のスタンド加入にさえも反対の立場。より一層難しい状況になってきたのでは？そんな場面から今回はお届けしていきます。天才瀬尾成美教授の研究は彼の頭脳なくしては完成しないけれど、もしも彼が研究を続けることが困難になった時、その意思と研究を引き継ぐことが唯一可能と考えられる存在、それが紫苑くんだと。ええ、教授や日向くん本人が明言しているわけではないようですが、調査の結果それは事実であるというのが上の判断です。そうですか。はい、彼が推理小説の愛好家たちの間で世界的に名が通っており、推理力、論理的思考に長けていることも理由の一つに挙がったようですが、スカウト候補となった一番大きな理由は、瀬尾教授に並ぶ、あるいは超える存在になりうる若者だということ。未来ある若者ってことね。瀬尾教授を超える存在。しかし彼はまだ未成年、それも学生ですので、現状の山崎かなめと同様、必要に応じて協力を仰ぐ存在。まあ、かなめくんはまた状況違うんですけどね。かなめくんのお父様が、まあ、暴力団のね、まあ、その、組長であるっていうのが一つ理由にもあるので、単純に未成年ってだけの理由ではないんですが、まあ、でもそれと近いってことね。言うなれば、サブメンバーのような形での受け入れを想定しています。ですから、本人の安全を最優先とし、現場立ち入りなど、スタンド権限も当面の間、一部制限されることは、こちらの資料を用いて、しっかりと説明を。はい、わかりました。ただ、実は彼、瀬尾教授のスカウトについて、反対の意思を示していて、うん、反対？なので、考えを何とか改めてもらえるよう、反対する理由を探っているところなんです。今の状態で彼本人のスカウトという別件の交渉を始めてしまって良いものかどうか、うん、悩みどころだよね。なあ、最優先はあくまでも瀬尾教授です。あなたがそちらのスカウトの妨げになると判断するのなら、平田君のスカウトに関しては今すぐでなくとも構いません。はい。しかし、まあ彼の反対の理由次第では同時進行を選ぶべきだとも思いますが。ほう。え？そうですね。二頭を追う者は一頭も得ず、それは一頭を追う手段で二頭を追おうとした時の話だ。これは楊さんの教えですが。はあ、上司の教えが絡んでるんだね。服部さんの？はい。一頭を追うのと二頭を追うのでは選ぶべきアプローチが違う。違うというのは選べる選択肢が増えるということ。はあ、これはでも勉強になりますね。普段ね、日常で生活していてもなんか意識したいことですよね。
アプローチが変われば結果も変わる可能性が出てきます。行き詰まっているのならそういう選択肢もあるのでは。ありがとうございます。今のお話を踏まえてよく考えて、二人をスカウトするために最善だと思える方法で進めていきます。それがいいでしょう。では引き続きお願いします。でもいいことを聞きましたね。そして数日後、私は同時進行することを選んだ。響いてますね。というわけなんだけど、どうだろう、瀬尾教授のね研究室にやってきました。うん、いいよ。え、いいの？そんなあっさりと。ただ俺卒業したらしばらく京都だから。え？それで？少なくとも大学卒業までは向こうに住むし、どこまで何ができるかわからないけど。待って、京都ってもしかして京大？京都大学なんですか？まあでも確かにね、模試をやったら確実に全国1位を取るぐらいですから、まあもう受かる前提で話してますけど、まあ落ちるってことはないんでしょうね。そう、宿応大には進まないってこと？まあ、このね、瀬尾教授がいるところですよね。まあ、付属高校にいますからね。うん。行かない。ここ、医学部ないから。医学部？え？そんなに驚くこと？いや、ううん。シオン君の成績考えたら、全然驚くような進路じゃないとは思うんだけど、まあ、ちなみにね、自分の友人で東京大学に行った方いるんですけれども、まあ、その方常にね、全国模試で上位を取ってて、で、まあ、東大のどこの学部に行こうかなって選ぶぐらい余裕があった人がいたんですけど、まあ、そういう人とかはね、もうなんか受かる前提で将来設計立てますよね。まあ、それと同じパターンな気がします。なんとなく、シオン君は宿応大に進んで、瀬尾県に入るのかなと思ってたから少し意外で、確かに。そっか、お医者さん志望なんだ。まあね、心理学ってなると一応文系にはね、なりますからね。お医者さんだと理系になりますけど。ちょっと驚いたけど、この件はひとまず置いておいて、それよりいいよっていう返事。シオンくん、何？いいよって言ってくれるってことは、スタンドって組織自体に何か嫌悪感があるわけじゃないって解釈してもいい？え？うん、ないよ。あれ、そんなこと言った？ううん、言ってない。だからその上で改めて瀬尾さんのスカウトに反対する理由を聞いてもいいかな。潔くんは瀬尾教授が無理をするのが上手な人だってことを心配して、スカウトに賛成することを戸惑ってた。潔くんっていうのはね、瀬尾県メンバーの一人だよね。例えばシオンくんの中にそういう心配や不安があるのなら、それを解消する方法を考えたいと私は思ってる。そうだね。無理してほしくない。うん。その不安を解消する一番の方法はスカウトを断ることだと思うから、俺は反対してる。こともなげに返されたシンプルで理にかなった答え。どこから切り込もうが、結局最大の壁はここなんだ。シオンくんが一番だと思ってる断るって方法を覆して塗り替えなきゃいけない。それ以上の方法を提示するか、その方法の難点を訴えるか、作戦が難しいね。ねえ、あのさ、瀬尾さんのスカウトってもうちょっと後じゃダメ？初めてシオンくんが妥協案のようなものを。後って例えばどのくらい後？わかんないけど、とりあえずはあと数年くらい待ってもらえるなら。数年待ちか。七死事件とかも解決していかないとって思うとね、そこまで待てないかもね。うん。そう。俺が瀬尾さんの記憶障害を解明して治すまで。はあ、これが医者を目指す理由か。え？シオンくんがあまりにも当然のように言ったその言葉は、数秒遅れて自分の中に落ちてきた。
記憶障害を治す。瀬尾さんの脳は短期記憶から長期記憶の移行に必要な NMDA レセプターの働きがすごく不安定で、大きな感情の起伏に伴い脳が刺激されることでその働きが急激に弱まる。過剰な飲酒で起きる記憶の欠如、いわゆるブラックアウトに似た症状だってところまでは分かった。すごいね、高校生で。それで？どうして感情の起伏にレセプターの働きが左右されるのか、それを瀬尾さんは解明して自分の脳を治そうとしてた。けど途中で脳を治すんじゃなくて心をコントロールすることに切り替えたから。そうだ、瀬尾教授はもともと京大の医学部にいたって、そう、そこからね、心理学のね、まあ、研究者の第一人者になってくわけだから、なんでとは思ってたけど、こういう背景があるんだね。じゃあ、シオンくんが京都に行くのは？うん。瀬尾さんと一緒に、瀬尾さんの脳のこと、研究してた教授がいるから。なるほどね。なんで東京大学じゃなくて京都大学なんだろうってね、思ったんですかね。わざわざ関西に行くんだと思ってね。まあ別になんか京大の方がいい悪いとかじゃなくって、関東にいるのに関西に行くんだっていうところのね、なんかこう不思議な部分は解消されましたね。いろいろ教えてもらうのにも都合いいかなと思って。シオンくんは瀬尾教授のために医師の道に進むの？そうだね。別に。職業は何でもよかったんだけど、先生とかに相談したら医者になるのが一番いいって言われたから。教授はなんて？いやいや、言ってないよ。え？言ったら多分上手に止められるから。不愉快な質問だったらこれは聞き流してほしいんだけど。え？何？シオン君はどうしてそこまで教授のために？ねえ、ユイさん、シャーロック・ホームズシリーズの恐怖の谷って読んだことある？え？あーごめん、勉強不足で俺もないや、ごめんね。その本でホームズは、凡庸な人間は自分の水準以上のものには理解を持たないって言ってるんだ。理解を持たない？うん。俺は瀬尾さんに理解してもらった。それが理由。ああ、そっか。どんなテストをやっても一番を取ってしまうシオン君よりも上の存在ってのは瀬尾さんぐらいだったよってところが一つ理由なんだね。カナメ君の言っていた言葉がふと頭をよぎる。家族のことは隠したいことでも隠さなきゃいけないことでもない。でも瀬尾教授とはそうじゃない何かがあるのかもしれないか。自分の将来を通して教授の脳を治すことに取り組もうと思うだけの何かが、将来を通してっていうのはね、自分の人生をかけてってことですね。彼らの間にはあるのかもしれない。それを知らない自分が口を出すことではないのかもしれない。だけどこんな人生を左右すると言っても過言じゃない大切な岐路で、本当にただそれがいいと言われたからという理由で進む道を決めてしまったのだとしたら、それは彼にとっていいことなんだろうか。でもこういうところでね、おせっかいをしてあげるっていうところがこの主人公の良さですよね。ねえ、ユイさんは俺が医者目指すのは反対？あー、うん、全然反対じゃない。ただ。え？ただ、シオン君にとって医者になるっていうのはあくまでも瀬尾教授の脳を治すための過程というか手段であって、目的じゃないっていう風に聞こえたから。あー、なるほどね。これありがちですよね。目的と手段が入れ替わってしまう。だってね、目的のための手段なのに手段が先行してしまうってことはね、気をつけないとありがちなんですよね。どういうこと？その問いは私の言っていることがわからないのではなく、複数の解釈がある中でどういうつもりでそう言っているのかを確認するための言葉に聞こえた。ここで間違えたらきっと、いや確実にシオン君が遠くなる。
正直な思いを告げてぶつかるべき。そう思うのと同時に、ぶつかることしかできなかった結果、九条さんに向けられた背中が浮かんだ。まあでもね、それも悪い流れではなかったと思いますけどね。ねえ、ゆいさん、顔色良くないけど。ああ、ごめん、大丈夫。どういうことかっていうと、ぶつかるだけじゃダメだ。私にはそういう風に聞こえたから。その過程もせっかくならシオン君にとっていいものになるといいなと思って、うまく交わした気はするけどね。シオン君？意外。え？ゆいさんでもそういうことするんだね。そういうことって？嘘ついたりごまかしたりそういうのしない人だと思ってた。別に嘘で言ったわけじゃないけどね。まあでも遠回しじゃなくてまっすぐな人だって思ってたよってことかもね。なるほど。上手なんだね。ああ、これは瀬尾さんにもしその将来のことを告げたら上手に交わされてしまうの意味と同じ上手かもしれないね。ああ、ダメだ、これは。どうなんでしょう。そういう風に解釈するとこの上手っていうのもいいように捉えられそうな気はするけどね。間違えた。シオン君、あの。ねえ。カナ、遅いね。ああ、でも話交わされちゃったね。何してるんだろう。意外、上手。そこに、私への非難のニュアンスはおそらく含まれていない。ただ、その瞬間、わずかでも私に向いていた彼の意識が、ふっつりと途切れた気がした。でもどうなんでしょうね。まあ、瀬尾さん相手の時と同じように警戒しているのかもしんないね。そしてこのハテナハテナハテナ誰でしょう？これも気になりますが、数日後、別日か。本屋寄って帰ろうかな。ねえ。シオン。ん？あれ？おお。カナダ。ああ、なるほど。このハテナハテナハテナで、この会話の様子を聞いてたんだね、カナメくんも。いやー、やっぱりカナメくんはキーパーソンになっていきそうな予感ですね。パキ。ほら。はい、食べれ。手渡したパピコアイスの半分を、カナは複雑そうな顔で受け取ったパピコアイス的な感じかな？ねえ。話って何？この間の、俺が遅れた勉強会の日のことだけど。うん。話、ドアの外で聞いてた。ああ、そうなんだ。ま、勝手に立ち聞きしていい話じゃなかったとは思ってるから、ごめん。いやいや。いいよ、別に。というか、カナがあの話の途中で研究室まで来たら、そうするだろうなと思ってたし。ユイさんが前の日に、カナが来る前にちょっと話があるって言ってきた時点で、カナの方にも何かしら大事な話をするとか、それに近いことを言ってるだろうし。だとしたら、入ってくる前に、中でどんな話してるか確認するでしょ、カナは。察しがいいんだね。そう。そこまでわかるなら、今日なんで俺が来たかもわかってる。立ち聞きしてごめんが、本題じゃないなら、ユイさんのフォローかな。あの日のやりとりの中に、カナがフォローしなきゃいけないっていうか、できることが。なんかあったかなって今考えてる。ねえ。シオンが瀬尾教授のために医者を目指すって話してた時。え？俺は？俺にはもちろんお姉さんの顔は見えなかったけど、シオンには言ってることと思ってることが違うように見えたんでしょ？おお。そうだね。シオンの意外って感覚は正しいよ。あの人、普段は誰が相手だろうと大事な時は正面からぶつかる人間だと思う。ごまかさないし、嘘もつかない。うん。でも、俺はあの時、意外だとは思わなかった。そうなの？どうして？うん。これは、特に詳しく話す必要ないからはしょるけど、お姉さん、あの日の少し前に、シオンと同じように、自分とは違う考えを持つ相手に、真正面からぶつかって九条さんのことだね。それを失敗だったと思ってたみたいだから。失敗？だからあの場ではシオンとぶつかる以外の方法を
取ろうとしたんじゃないかと思ってる。なんか全部お見通しなんだね。ま、それで結局失敗したわけだけど。カナは失敗だと思う？うん。シオンの件に関してはね。そっか。必要に応じて嘘をつくのもごまかすのも個人的には別に悪いことだとは思わないし、仮にお姉さんが本当はそういうことを平気でする人間だとしてもいいんだけど。でもあのやりとりだけでシオンがそう判断するのは違うと思ったから、多角的な見解ですね。一応それだけ伝えに来た。君ってカナはユイさんが好きなんだね。突然の男子高校生 DK の恋バナですか？ねえ。なんでそうなるの？うん、俺も好きだよユイさんのこと。え？一緒にいるといつもこの人は人のことが大切で好きなんだろうなって伝わってくる。瀬尾さんと同じだなって思う。やっぱりね、以前言ってたその上手っていうのが瀬尾さんと重なってるような気もしますよね。ああ、人としてってことね。うん、そっか、なるほど。何？やっぱりそうなんだなと思って。だから何が？うん、光くんたちからスカウト賛成するまでの話をいろいろ聞きながら、自分の中で想像してたユイさんとも、実際によく話すようになってからのユイさんとも、あの日のユイさんが重ならなかったからずっと不思議だったんだけど、今カナの話を聞いてそういうことだったんだなってしっくりきた。ねえ、別にいいんだけど、あっさりすぎるっていうか素直すぎない？え？そう？少なくとも俺が逆の立場なら、急に来たやつに急に言われたことそんなにすぐに受け入れないけど、頭の回転が早いんでしょうね。カナは慎重派だね。そういう問題？まあ、性格的な問題もあるでしょうね。違う？でも俺はカナがこういうこと言いに来るのも、カナが言ってることも意外じゃないし不思議でもないから、ああそうなんだ、よかったってすごく納得。納得？違うな、なんだろう、すっきりしたのもそうだけど、そうじゃなくて、なんだっけ。はあ、俺に聞かれても知らない。おう、そっか、安心しただ。え？うん、ユイさんがごまかした理由が分かって安心した。なんかそういう遠回しな戦法を使うような人じゃないと思ってたのにっていうね、なんかそのがっかり感っていうのもちゃんと理由があって、なんか筋が通ってるなって思ったんでしょうね。話に来てくれてありがとうかな。ねえ、それと別にまだ話ある？パピコ溶けちゃうけど。うん、瀬尾教授を治せるなら職業は何でもよくて、勧められたから医者になろうとしてるって聞いてたけど。うん、俺は、俺も同じように自分の将来なんて何でもいいっていうかどうでもいいと思ってた。どこに行こうがどうせ大して変わらないし、敷かれるレールがあるなら言われた通り歩けばいいって思ってた。それで？思ってたってことは今はどうでもよくないんだよね。なんでどうでもよくなくなったの？自分の行動の責任が自分じゃないところに回るのがどんなに嫌でも、敷かれたレールを指示通り歩くだけで、そこで何が起きてどうしてそうなるのか理解しようともしない人間に責任なんか取れるわけない。10代ですか、かなめくん。いや、なんかもう経営者みたいな話、ことね、なんか話を言ってますけどね。責任が取れるのは自分のことを自分で背負えるのは自分の意思でそこに立ってる人間だけなんだって分かったから。自分の意思？うん、誰かの意思で誰かの力で立たされてる人間なんて誰も頼らない、誰とも対等になれない。ほんともう経営者みたいなこと言ってますよ。そっか、カナには力になりたい人がいるんだね。意思を持ったカナはどんな将来に進むの？シオンと同じ。え？つまり俺も医学部受ける。医学部？京大の？ううん、別のとこだけど。そうなの？なんだ残念。え？残念？
カナと同じ大学通えたら楽しいだろうなって。まあシオンにとってはその程度のことかもしれないけど、俺は違うから。あーなんか一歩先を行ってますよっていうね、なんか意味を込めた感じがしますね。え？今までは誰かとわざわざ競う気なんかなかった。でも何でもいいで選んだやつに負けるのはなんとなく納得いかないからかな。だからお前には負けないかな。何？ねえ、それって俺とカナはライバルってこと？あのさ、そういうの普通確認しないでしょ。ライバル。調子狂うな。話はそれだけ、パピコ解けちゃうからね。じゃあね。待って。え？ちょっと、何？裾伸びる。ねえ。もうちょっと、時間ある？別に。あるけど。じゃあ、待って。あ、これだ。ねえ。誰に電話するの？ヨイさん。え？うん。ちょっと、会いたいなと思って。今、ここで。突然のシオンくんの電話に、慌てて顔を出た私が、そこへ到着したのは、30分と少し後のことだった。そして、その割には全然日が落ちてないですね。この辺かな。ねえ。ヨイさん、こっち。あ、ごめん、お待たせ、って、あれ？カナメくんも一緒だったの？別に。帰ろうと思ったら、引き止められただけ。ん？来てくれてありがとう。予定、大丈夫だった？ああ、うん、それは全然平気なんだけど。私に話って？ゆいさんにお願いがあって。お願い。ゆいさん、俺は大丈夫だから、ちゃんとぶつかってきて。え？ゆいさんがいつも、大人とか子供とか、男とか女とかじゃなくて、対人間として接してくれるのが嬉しいし、そういうところ好きだなって思ってる。それは、うん、よかったというか、なんか完全にシオンくんペースで話は進んでるけど、まあ、進捗はしてそうだね。そう思ってもらえてるなら私も嬉しいな。ゆいさんは大人だし、建前を言わなきゃいけない時もあるだろうけど、うん、その部分も察してくれてるね。脈絡なく始まった話が唐突に数日前のやりとりにつながって心臓が跳ねる。あの、でも今はその時じゃないから。え？本音で話してほしい。あの日ゆっくりと反らされた目がまっすぐ私を見つめている。その瞳を見返しながらあることに気づく。あの時先に目を反らしたのは私だったな。ああ、もうそこで察してたのかもね、シオン君としては本音じゃないよってことを。わかった。うん。私は、シオン君が瀬尾教授の記憶障害を直したいって思うようになった理由を、まだはっきり知らないし、無責任なことは言いたくない。だから、これから話すことは全部、ただの一個人の感情の話だと思って聞いてほしいんだけど、いい？うん、いいよ。あなたが将来への道を選ぶ理由として大事に持っている気持ちは、義務感になっていないかって。ほう。大きなお世話かもしれないけど、私はあの時心配になった。義務感。もしそうだとしたら、それだけで将来を選ぶことはできれば避けてほしいって思ったんだ。もちろん職業にもよるだろうけど、ほとんどの場合、仕事っていうのは毎日の中で、とても多くの時間を費やして取り組むものになる。その通りだね。そうだね。費やしている時間が多いってことは、それだけいろんなことが起こり得るってことで、やりがいを感じる瞬間とか、嬉しい瞬間と同じか、それ以上に、嫌だな、やめてしまいたいなって思う瞬間がある。私にはあった。今の仕事にも、前の仕事にも、マトリの仕事が今の仕事で、前の仕事は薬剤師さんね。好きなことを仕事にするのが正解だとか、小さい頃の夢を叶えるのが幸せだとか、まあね、これも難しいよね。やりがい搾取って言葉もありますから。そんなのは人それぞれだから。
シオン君にとって何が一番いいのかはわからない。もちろん、今選んでる医者になるっていう道が最善だって可能性も十分ある。でも、何が一番いいのかわからないからこそ、自分の意思で選ぶのが大事だって私は思うの。あ、それはどうして？私は今自分の意思で選んだ仕事をしていて、だからこそ頑張りが報われた時には胸を張れて、報われないことや失敗を本気で悔しがることができる。大変なこともあるけれど、それがとても誇らしいから。そっか。うん、そっか。私の言葉を丁寧に消化するように何度か小さくそうつぶやいた後、しばらくシオン君は黙り込み、やがて顔を上げた。うん、このね、頭の回転の速いシオン君が黙り込むくらいですからね、相当考えてるんでしょうね。義務感なのかな。ここは本当に誤解しないでほしいんだけど、そうだと思うって話じゃなくて、そうじゃなかったらいいなって話。そうだね、ここ重要だね。ああ、うん、分かってる。でも、分かんないなと思って。え？どういうこと？約束したから、守りたいなって思ってるんだけど。それって、義務感なのかな？約束？去年、夏になるちょっと前くらいかな。瀬尾さんと俺が初めて会った時のこと。瀬尾さんは忘れてるんだけど、その時にした約束。一方的な約束になってるんだね。どんな約束かっていうのは聞いてもいい？うん。ゆいさんとかなりも聞いてほしい。昔から本を読んで知らないことを知ったり、わからないことを考えたりするのが一番楽しかったし、好きだったから。勉強が嫌だと思うことってあんまりないし、やればやるだけ自分の身について終わりがないから、それもまた楽しくてずっと続けてきたんだけど、まあ勉強はね、まあたくさんやるに越したことはない、自分の資産として残りますからね、他人に奪われない財産ですもんね。シオン君にとって勉強は何かのためにするものじゃなくて、知ることそのものが目的なのか。純粋な知識欲、シオン君の根っこにあるものがまた一つ見えた気がした。でもやればやるほど周りから浮いてくっていうか、みんなが自分たちとは別の生き物みたいな目で見てるのはなんとなく感じてた。そうじゃない人もいるけど、そういう人の方が多いと思う。今もそれは変わらないけど、高校に上がったぐらいから俺が知りたいことを聞いた時に答えてくれる人がほとんどいなくなって、あー、これは自分を高めれば高めるほど起こる現象かもしれませんね。俺が授業中に何か聞こうとしたら、先生たちは顔が引きつるし、クラスの友達に聞いてもわかるわけないと思ってわざと聞いてるのかって怒らせちゃうこととかもあって。え？まあでもそうかもしれないね。それだけ自分がレベルが高くなるってことは、同じレベルの人は少なくなっていくわけだから、より少数派の人間になっていくってことだしね。まあそうすると自分に共感してくれる人間っていうのも必然的に少なくなってきちゃうよね。それが原因でこの先人と仲良く付き合っていけなくなるのは嫌だなって思ったから、積極的に何かを知ろうとしたり勉強するのはやめようって、とりあえず授業に出るのをやめてみたんだけど。はぁ、極端。もっとうまくやれなかったの？え？うまく、うん、この辺がね、瀬尾さんに対するその上手っていうのとね、この自分に対して言ってきた上手っていうことと重なるのかもしれませんね。一つキーワードだね。寝るの好きだし、寝てる間は何か考えることもないし、でもね、寝てる間に知識っていうのはね、どんどん脳みそにね、栄養となってね、なんか入っていくらしいですけどね。だから結局頭良くなっちゃってる気もするけど、ちょうどいいかなと思ったんだけど、あーでもストレスとかを解消するには寝るのが一番ね。まあ人間のね、一番の回復手段は寝ることですからね。まあその点ではいいのかもしれないね、このストレスから回避する意味では。そう、まあいいけど。かなめくんはうまくやってた。いや、うまくやってるだけで同じような気持ちになったことがあるのかもしれないな。うん、かなめくんも優秀な子だからね、気持ちわかるのかもね。それで保健室とか大学の中庭で寝るようになってしばらく経った頃に、声をかけてきた人がいた。
それが瀬尾教授？うん。うん。そして？はじめましての挨拶と研究室のソファーの寝心地の話。何でもない話をしていたはずなのに。勉強すればするほど人が遠くなる気がするから。そうか。なんでこんな話になったんだっけ。日向くんは学ぶことが嫌いになったわけではないんだね。それは、うん、違う。それじゃあ一つ提案なんだけれど、俺を君のライバルにしてもらえないかな。え？ライバル？ああ、これもキーワードなんだね。うん。俺も知らないことを知ったり考えたり学ぶことが好きだからね。君より少し長く生きている分、今のところはいい勝負ができると思うよ。勝負って。一緒に学ぼう、日向くん。この世界には君も俺も知らないことを知っている人がたくさんいて、その人たちですらわからないことが星の数ほどある。まあ人生ね、知ってることよりも知らないことの方が多いわけですからね。楽しみだね。ん？日向くん？あれ？なんで？自分の涙の理由を考えて、ああそうかと思う。嬉しいんだこの人の言葉が。そうだね。ありがとう。まあずっとそういう意味ではね、孤独を感じていたわけですから、まあ結局ね、その分かり合える高いレベルの人たちで固まっていけば分かり合える存在になれるってことだもんね。仲間見つかってよかったねってことかもね。お礼を言うと瀬尾さんはなぜか頭を撫でてきた。ん？ああ、申し訳ない、つい癖でね。忘れてしまいそうなものには触れておきたくなる。え？忘れる？嬉しかったり悲しかったり、残しておきたいと思ったものが記憶から消えてしまうんだ。え？うん。いろいろ調べてはみたんだけれど、どうも治りそうにもなくてね。それは今まで見た誰のものより寂しい笑顔だった。好きなものがないわけじゃない。興味を持てるものがないわけじゃない。持てないものの方が少ないくらい。だけどずっとこれというものがなかった。そのこれとようやく出会った気がした。だったら、じゃあ俺がいつか直すよ。え？ライバルになってくれたお礼に。約束。ああ。その約束をしてくれただけで十分だよ。本当にどうもありがとう。それがシオン君と瀬尾教授の約束。うん。瀬尾さんと俺じゃライバルになんてならないってその後すぐ分かったけど、でもだからそう言ってくれた瀬尾さんが好きになったし嬉しかった。だからあれからずっとこの約束を一日でも早く守りたいと思ってる。ねえ、義務感だと思う？うん。よかった。義務感なんかじゃなくて、すごく、すごく、素敵な夢だと思う。え？夢？うん、そっか。ありがとう。そうだね。これが俺の夢。覆せるわけがなかったんだ。こんなに大切な約束をまっすぐ守ろうとしているシオン君の気持ち。私の理屈で、都合で曲げようとしていいものなんかじゃなかった。ねえ、あのさ、この夢って医学部に行かなくても叶うと思う？え？うん。本当はゆいさんが言ってた通り、宿王台に上がってみんながいる瀬尾研に入りたいと思ってた。お、本音が聞き出せそうですね。うーん。直すって夢には遠回りになりそうだし、それは嫌だなって。でも志望校って言えるのは宿王台だけで、あとは全部それ以外だから、俺か俺以外か、ローランド様的な感じだね。どうせそれ以外なら何でもよくて。うん。シオン君の行動とこれまでの言葉が全て繋がっていく。でもさっきのユイさんの話とか聞いてて、何でもいいっていう妥協でこの先を選んだらきっと後悔するって。
たとえ他のことでしなくても、そんなことじゃカナには絶対勝てないから。やっぱり後悔するだろうってはっきり思った。カナメくん？うん。カナもお医者さんになるから、俺たちライバルなんだって。え、カナメくんそうなの？はぁ、あ。余計なこと言わなくていいから。余計なことじゃないよ。多分、本当の意味でのライバルは、カナが初めてだから、対等な関係ってのがずっといなかったんだもんね。今、すごく負けたくないと思ってる。うん。だから、もう一回よく考える。自分の夢を叶えるために、俺はこれからどうするのがいいのか。シオンくん。え？それは、すごくいいと思う。びっくりした。あ、ごめん。ええ。よかった。うん、よかった。どれが近道で、どれが遠回りかなんて、今は誰にもわからない。だから、選んじゃいけない道なんて、ないと思うから。あ、ごめん。これも、ないといいなっていう、私個人の感情というか、希望の話かもしれないけど。うん。だから、これだって道が、シオンくんの中で見つかるように祈ってるし、応援してる。うん。ありがとう。誰にも理解できない天才だと。私たちとは違うのだと。憧れにも似た感情の矛先で。彼はいつもただ一人の人であり、人を愛してきたのだと知った瞬間、とてもとても愛おしかった。だというね、区切りがついたところで、今回はこの辺までにしておこうかと思います。まあ、後悔のない選択肢なんでね、まあ、今できる最善を尽くすことしかできないとは思うんですけどね。まあ、でもそんなヒントを与えられた回になったかと思います。続きは次回のお楽しみにとっておきましょう。こちらのチャンネルは、男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくチャンネルでございます。まあ、もちろん僕がとやかく言わなくても、すでにスタンドマイヒーローズスタマイは素晴らしいゲームであることは改めて言うまでもないんですけれども、さらに男性目線で紐解くことで新しい価値も生み出すことができれば嬉しいなという思いで、ゲーム実況配信させていただいております。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。すでにご登録いただいている方、高評価くださっている方、コメントまでくださっている方、いつも本当にありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。